バドミントン、ジャパンオープン、第1日、20日、横浜アリーナ、混合ダブルス1回戦涙で抱き合う渡辺裕太と東野有沙。パリゴリン混合ダブルスで2大会連続銅メダルの渡辺裕太、27、東野有沙、28、グミ、ビプロジー、が、観客像のお願いをした。1回戦で米国ペアに21から7、21から3のストレート勝ち。 第2ゲーム24連続得点を挙げる圧勝で優秀の2連覇へ好発進。ただ渡辺は、もっとお客さんが入ってほしい。五輪がすごかったので、ぜひ応援に来てほしい。五千席が設置された会場でこの日の観客は1767人。三分の二が空席だった状況を悲しんだ。今大会をもって13年間続いたペアを解散。 負ければ即終了の二人にとって、残された時間はわずか。週末24日の準決勝、25日の決勝までもちろん勝ち残りたい。ただ勝ち進めるかについて、こればかりはわからない。相手も勝ちたいし、勝負なのでちょっと早めに集合して、マジでと渡辺、東野は最後だから見に来てくれた子たちもいたみたい。楽しんでもらえるプレーをしたい。 22日の2回戦も勝利する。